こんちゃっす。マリオカート8やっていきましょう。中までたっぷりチハヤです。今日のチハヤはちょっと疲れ気味さっき筋トレを終えて撮影をしているので体が重くて仕方ない。腕痛いというか、パッド握ってるこの腕がすごい重く感じる。パッドがすげえ重く感じますね。あぶねえ。目の前あれですよメガホンですよ。コイン取っていかないとな。えぐいねー。あよいしょ、終わった落ち着いて。お、投げてくれなかった、助かった。投げてこなかった、日本語おかしかったね今ここまで参っちゃえば、あわわ、大丈夫です、大丈夫なはず。うん、なんか無駄な動き多くね。あー、そんな吹っ飛ばされちゃう。あ、ジャンプできてなかった。サイもね、赤コーラなんだよね。くる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 、うん、あー、絶対あれは当たってたな。でもこれ耐えれるのかな。これミラクル8だな多分。あぶね。うわ、トゲ。赤だ赤だ、赤コラだ。どこにいる赤の人。オッケーオッケー。多分だけどこの辺で投げられると相当きついはず。みんな思った通りですね。みんな潰れましたね。1位はもう1位確定みたいなもんなんで、あれは。アイテム取れた。キノコ類が欲しかったな。後ろ牽制します、後ろ牽制します、後ろ牽制します。オッケー、キノイチ。この距離感だったらまた出る。ほっほっ、ちょっと届かねえ。うわっ、これはやばい、これはやばい。うー、きついな。抜け、4位か。3位でゴールできたやつが2位だったって、あ、4位だったってことだもんね。厳しい。お、そっか、喋らんか。大丈夫かな。やっぱ見捨てた。ちょっとさ、あの TA やって期間が空いちゃってるから、なんかちゃんと走れるかどうかちょっと不安だけど。このバナナ怖え。コイン取れるかな。あ、取れますね。オッケーオッケー、出てくれ。でもバナナ怖え。そんなもんしか出ませんか。バナナ置いて来ないね。落ちたくない。あ、どこに行ったこれ。あー、助かった。赤壊されるんじゃないかなって。全然今喋れてなかったかも。うわ、パックンだ。逃げれてたかな。 OK ですね。パックンは潰せてたけど、でも他の人たちはダメだった。あ、これ当たる。あぶねえ。セーフセーフ。キノコありがとう。それが出てくればだいぶ楽になるかな。はっ、こんな感じで行くんだけど。お、いけたいけた。前早いな。ここは一回解放しちゃって、こうで行こうか。キノコ残していって大丈夫かな。だいぶ距離空いていますね自分のところと。なんだこの距離の空き方。なんか右にそれたな。ここ、全然違うとこ行ったわ。ここ、お、当てた、素晴らしい。落ちる、あぶね。2位は取りたいね。こうなるとね、トゲいったか。もうゴール後ですね。当たった、当たんねえか、残念うーん、2位か。まあいいんじゃない。
あ、一気に人抜けてたんだな。全然気づかなかったな。この5万がうまいんですよね。頑張りたいですね。抜けちゃいましたね。まあしょうがないか。さあ行きましょう。ワン。おー。あ、ジャンプ出なかった最初。よし、防御耐性黄色。ここら辺置いてみようか。当たった。あ、でも、ワリオに当たってなかった。あ、ワリオに当たってましたね。大丈夫ですね。抜かれたくないね、キノピオには。キノピコには抜かれたくない。今のはきついな。空中で加速することなんてあるんだね。あんなハーフにさ。その存在、それは知らなかった。そういう仕様は。今みたいなさ、なんだ、スローインあるよね。俺見たぞ、YouTube で。前が赤か。多分投げてくれるよね。うん。ここでは使えない。ん？連続で赤投げたけど、なんとか耐えたっぽいですね、一応。なんでよ。ほっ。いや、待った。ここで使うより。どっちが良かった？今の使うべきだったのかな？俺こっちで使った方が早いかなって思ったんだけど。どっちが正解だろう？わかんないね。どっちが正解かわかんないけど。さあ、でもこれ距離後ろ広がるから。ですね、2位が木野さん引いてるんで、これはもう負けなんで。2位をキープ、頑張りましょう。あ、でもなんか、うまいこと潰されたな。3位が、ブーメランだったんだけど。あ、なんか、ラッキー。3位がいい仕事してくれましたね。今のワリオ。今2位で入りそうなワリオかな。ありがとうございます。まあ、あれはキノコ持ってって、ショートカットで使った方が良かったかもしれないね。わかんないわ。どう行くのが正解だったんだろう。さあ、またも部屋が変わってます。コロッコロ変わるんだよな。やっぱね、人数多くないと面白くないんだよね、個人的に。この気持ちきっと分かってもらえると思うんだけど、マリカやってる人なら。やっぱ人数が少ない部屋でやるよりね、人数が多い部屋でやった方が、なんかすげえ楽しいんだよね。まあ、そういうことでね、どうしても部屋を変えるんだよね。人が減ったな、じゃあ変えるか、みたいな。このバナナ厄介ですね。オッケーオッケー。すげえな。それにしても全然スマブラにならなかったことの方がすごいと思う。こんだけ人が密集してて。そっちの方がすごい。はっ！いけ！よーし、前出れたぞ。ずーっとキノコ持ってた不審者が一気に前に出ましたね。こんな謎の甲羅背負ってたら不審者にも間違えられるわな。当たった？オッケー！来たー！でも、ばーコインかー。うわぁ、ほらみー。またに赤コーラですよ。あ、でもなんか、投げたっぽかったけど。あ、なんで交換せ、バーカ！集中しすぎだ。ダメダメ。違う意味で。ちゃんともっと集中しないと。そういう、アカンプレイは、通用しない部屋ですから。いやーよかった。ギリギリ間に合った。え、近っ。想像以上に。あ、だいぶアウト行っちまったな。また赤コーラか。よう引くな、この人赤コーラ。もう、俺が1位になって、この人ずっと2位で。3回赤コーラ引いてんだって。さすがに4回目はなかったか。よし、勝ったな。よーし、この部屋で1位はうまいぞ。空中で当てようとしましたね。まあ、当たってても、入ってました、1位で。今のはね。そうか、でも空中当てか。いやー、いいっすね。さて、
もう一レースくらいかな。さて参ろうか。ネイチャーは苦手ではない、ただ得意でもない。ゴー。これ1スタートの時はコイン取りに行っちゃいけないんだろうな多分な。あ、落ち、危ねえ、焦った落ちたと思った、一瞬で抜かれちゃったな。バナナ半端ねえ、バナナ半端ねえ、変態かな多分変態だな。あー、バナナが取られた。タマちゃん、タマちゃんって聞くとやっぱあっちになる。花、ちびまる子ちゃんのかな。あぶ、もうちょっと近くで投げたかったんだよな。うわ、当たるか。なんつー運の悪さ。こっち？どけ。違うね、向こうだね。いやー、あの緑当たるのは相当運悪いっすよ。コインだ。全然もらえなかった。前の緑コーラ注意ですね。後ろパックンか。距離結構ありますね。あ、結構近いですねと思ってアウトアウトに行ってたけど、はい、ちゃんとワリオもに避けてましたね。これでいいのかな。緑コラ怖い。どう、いや、キュルカーンはそんな前攻めてえけどな。ちょっと無理だな、これ自分の首も絞めるもんな。しょうがないね、隔離だねこれは。ごめんね、後ろの人たち。ナイスナイスナイス、攻めろ攻めろ。アントニー、アントニー、なんかアンソニーみたいな出てくれ。嘘、終わった。マジか。もうしょうがないですね。6位か。アイテム交換余計だったかな。そうっすね、どっちにしても前は抜けなさそうだったもんな。痛いっすね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アディオース。